アンタッチャブルけほくりクイズ。久々やな、ほくりクイズ。はあ、北陸三県の過去現在未来にまつわるクイズに答えて学ぼうというコーナーです。今日はいろんなことを知っている木村さんとほうきさんということで、はい、まあ、ちょっと簡単かもしれませんが、もう任せなさい、はい、私こう見ても泡ヶ崎の生き字引きと言われてますから。そうですね、もう気持ちよく2問正解して帰っていただきたいと思います。では1問目はこれから旬を迎える能登の高級食材についてのクイズでございます。はい、ブランド食材についてのクイズ、まずはこちらをご覧ください。去年の12月の映像です。穴水町で出荷されていたのは高品質のブランド椎茸のとてまりです。のとてまりは傘の直径が8センチ以上、肉厚3センチ以上の厳しい基準が設定されています。はい、では問題です。傘の直径と肉厚の他にもう一つ重要な基準があります。それは何でしょうか。1番、うん、香り、はい、2番色、3番形。これはさあどれでしょうかという問題です、うん、はい、あの大きさ直径8センチ以上とかね、肉厚というのはご存知の方もあると思いますが、うん、もう一つ大事な基準がある。なるほど、はい、木村さんもなんかちょっと自信ありそうですね。いやいや自信はないですよ。のとてまりは食べたことありますか。これがねないです。まだないですか。はい、大木さんも自信あり。これでも普通に考えたらこれしかないんちゃうかな。じゃあ行きましょうか。これで外したら恥ずかしいな。行きましょうか。行き道引きからな、ね、はい、行きましょう、はい、正解は、あ、その前に考えまとめてもらって、せーの、いい出してください。どうぞ。ほい、あ、木村さん逆。3番。木村さんは香りじゃないかと、はい、やっぱりキノコだから。はい、大きさは形じゃない。形、うんうんうん、いいですね。え、ちょっと人を不安にさせるようなそのいいですね。いや、いい、3、はい、はい、僕は形で、じゃあいきますよ、はい、正解はこちらです。はい、形変えんでよかった。お見事でございました。もうちょっと詳しく言うと、椎茸の傘の部分の下の巻き込みというところの部分が基準になっているので、形ということにさせていただきました。では詳しく見ていきましょう。のとてまりと名付けられるためには傘の直径が8センチ以上、肉厚3センチ以上という基準がありまして、それだけではなくてさらに傘の下の方の部分ですね、今ひっくり返ってますけども、傘の巻き込みが1センチ以上なくてはなりません。この巻き込みがなく傘が広がっているものは収穫適期が過ぎていて手まりのような形にならないということで、まあ、のと手まりというからにはということですよね。はい、なお、のと手まりの中でも特に品質の良いものはプレミアムに認定されていて高値で取引されます。のと手まりは来月中旬ごろ初出荷が予定されています。ということで、さすがほうきさん、お見事でございました。ありがとうございます。やりました。今日は絶好調でございます、はい、絶好調でございます。木村さんは次の問題に当たってもらって気持ちよく帰っていただきたいと思います。2問目はですね、久しぶりに日本自動車博物館からの問題です。ではこちらをご覧ください。小松市にある日本自動車博物館、スポーツカートヨタ 2000GT や天井すれすれに置かれている2階建てのロンドンバスなど世界の名車およそ500台が展示されています。自動車の歴史が始まった頃の車も展示されていて、こちらのロコモービルは明治時代にアメリカから日本にやってきた自動車です。では問題、ロコモビルは何の力で動いていたでしょうか。1番蒸気、2番ガス、3番電気という3択です。蒸気、ガス、電気、はい、なるほど。まあ今いろいろね、うん、ハイブリッドの車とかいろいろありますけど、基本的にはまあガソリン車が多いわけじゃないですか、うん、でこの頃の今紹介したロコモビルはこのうちのどれかだったわけです。なるほど、はい、VTR の中に実はヒントがございます。あら、そうだ、気づかないこと、はい、ということも踏まえて考えまとめて、うん、あれ、木村さん今度は大丈夫そうですか。いや、全く分からないです、ね、全く分からないですか。じゃあ考えまとめてもらって出していただきましょう。いきますよ、せーの、これしかないんちゃうかな。はい、お、
2人とも1番上記じゃないか、うん、木村さん上記でいいですか。まあ当時のねね、うん、こと考えたらこれかなと思いますね、うん、なるほどなるほど、うん、奥さんも、うん、まあ電気はないと思うんですよ、はい、ハイブリッドカーなんてね最近出てきたもんですし、まあガス灯とか昔あったからガスもちょっと考えられるけど、うん、やっぱ蒸気でしょ、蒸気機関車があるぐらいですから、蒸気機関車から導き出したということですね、うん、正解はこちらです。はい、お二人ともお見事でございました。初めてかも。おっしゃる通りでございます。では VTR 確認していきましょう。こちらがアメリカ製の蒸気自動車ロコモービルです。蒸気自動車が発明されたのは1769年とされ、蒸気機関車や蒸気船よりも古い歴史を持ちます。これだからタンクということですよね、はい。ロコモービルが日本に登場したのは1902年、明治35年。2本の鋼鉄管の上に木製のボディが乗せられていて、ボイラーで蒸気を出してエンジンを動かし3馬力を出すことができたということです。さて、日本自動車博物館では現在特別企画展を開催中です。世界のオープンカーエキスポが開催中です。今日ご紹介した以外にもたくさんの名車を見ることができます。はい、ということでお二人とも正解があってありがとうございました。おめでとうございます。初めて2問正解しました。正解全問正解、ね、全問正解、お見事でございました、はい、以上北陸クイズでした。